そう、755っていうアプリで、そう、ウォッチ数が一番多かった人に写真集発売券が与えられるんですけど、来てる時はなんかもう自分がなんかスターになった気分になります。はぁみたいな。すごい、やったね。ハッピーなこと起こるか。どうですか今日の気持ちは。気持ちですか、最初やっぱさっきも言った通り緊張してたんですけど、でもなんか撮影始まってみるとみんなすごい楽しい方で、てかもう優しいって なるんで、もう早速私の好きな歌手のアーティストさんの歌かけてくれたりだったとかで、すごいもうなんか素に近い感じで入れてます。なんかちょっと聞いたんですけど、はい、この写真集を撮るにあたって何かあった、はい、いきさつみたいな。いきさつ、うん、あー755企画です、うん、そう755っていうアプリで、
そう、ウォッチ数が一番多かった人に写真集発売券が与えられるんですけど、私はもう初めての NME から初めてのメンバーだって、その時で SKE さんもで AKB さんもいて、もうほとんどチームの戦いみたいな感じで、すごい燃えました。結構じゃあ力入って。そうですね、もう本当にファンの方がもう寝ないでずっとアクセス数を増やしてくれたりとか、すっごい多分大変な作業をしてもらったと思うので、ファンの方にその分期待に応えたいです。この初めてのファーストの意気込みをちょっと。意気込み、やっぱり NME で写真集出したのがまだサヤネとミルキーだけで、だからその次になれるっていうのがすごい、私とかリホちゃんとかもすごい嬉しくて、だからやっぱりな、もうこれはサヤミルキーの作品を超えたいなってすごい思います。サヤ神ミル神を超えたいです。じゃあちょっと超えられるようにね、はい、今日はちょっと長いですけど、はい、頑張って頑張ります。行きましょう。気合い入ってます。じゃあまたちょっとちょこちょこいろんなこと聞くんで、はい、よろしくお願いします。背中パッて開いて、すごい赤でいっぱい開いてます、ね、雰囲気もすごい、撮影の雰囲気もかっこよかったです。かっこいい。そうなんですね、赤のヒール履いて、すごい一気に大人っぽく、でも冷たい背中だもんね。普通に外はあんま歩けないですね。さすがにちょっと絶対見られますね、人に。なんかあれですか、得意なこととかあるんですか。得意なこと、急にすみません。普通に私の得意なことですか、普通に楽器とか、楽器は6年間くらいずっとやってたんで、何でも得意です。はい、すごい。じゃあ結構いろんなことがある。ドラムとかギター練習中で、あとピアノをちょっとだけ。ドラムできるのはすごいね。やってて良かったなって思います。特技として使えるので。今回なんかさ、写真集にあってなんか考えてきたこととかある、はい、考えてきたこと、これやってやろうかなみたいな、あ、これやってやろうかなとか、なんかそんなような。でもできるだけほんまに番組で美乳と美へそ1位って言ってもらったからには、ちゃんとそこを綺麗にしていきたいなと思って、お腹とか美へそって言われてたから、
多分注目する方多いやろうし、腹筋とかちょっと頑張りました。なんかもう自分がなんかスターになった気分になります。はぁみたいな。初めて。いや、風はよく撮影の時とかよく使うんですけど、結構好きで、自分的にもいつも前髪が長くてこうなっちゃうから、それをバーってやるのがすごいかっこよくて好きです。Thank you.
お疲れ様でした。どうでした？東海でプール。なんかさっきは、まあ、ホテルでお風呂は入ったんですけど、こういう感じの、まあ、全然違う雰囲気だったんで、ちょっとドキドキしました。初めての体験ですか？そうですね。初めてですね。とりあえず終わりましたね、はい、ワンピース。終わりました。結構あれだよね、ワンピースにはいろいろな思いがあるね。そうなんですよ。白ワンピースはちょっとつながりがある。そうなんですよ。なんか北海道では絶対にもう今も想像できるけど、すごいもう草原ではないけど、まあ、草原の中で笑顔で白ワンピース着てっていう、もうそういうイメージがなんか自分の中ではあるんですけど、逆にこういうの東京都会でのこの白ワンピースはまたいろんな全然違う雰囲気を出さないといけないなって思ったし、さっきもなんかさまよってる孤独感を出してって言われたから、もうほんまにあれどこに来ちゃったんだろう系な感じでやってたんですけど、なかなかこの都会の夜と白ワンピースのミスマッチ感がすごく好きです。僕でもね、なんかね、はい、様になってた、うん、なんかかっこよかった、表情もやった。なんかその自然で育ってきたけど、滋賀県出身で北海道も自然いっぱいで、自然で育ってきたけど都会に出てきて、ここから夢に向かって頑張るぞ系な感じでやりました。ね、本当、はい、自身もね、まだまだこういうね、そうなんですよ、坂を上がっていかないと、ここからだみたいな気持ちで、気分いいしね、はい、白ワンピースを着てね。そうなんですよ。もっともっと頑張っちゃいますか、はい、頑張っちゃいます。あとちょっとなんで、はい、頑張りましょう。頑張ります。ありがとうございます。ちなみに動物とかは触れる人ですか？あ、全然触れます。でも基本あれですね。すごい、何読んのか、かわいい
くような人と愛玩が食くような人はかわいいねえ、うさぎさん、うさぎさん目線、うさぎさんに名前をつけてもらってもいいですかね。写真とか、あ、かわいい、うさきちで、うさきち男の子だったんですね、うさきちじゃあちょっともう一回かわいい、うさぎ、お、すごい、うさぎさん超絶かわいい、うさきちかわいい、リーダーじゃない、あ、みつぶとリビオのママ、うん、名前なんでしたっけ、うさきち、うさきち、うさきち、
入ったのいつぶりだろう。生還助かった。すごい、やっぱいいですね、自然は綺麗、心がなんか現れる。怖くなかったですか？昔からこういうとこロンバって遊んでたから慣れちゃってるんですね。なるほど。結構田舎やったからこういうの普通にあったから、もう全然いろんなとこロンバって遊んでました。私も怖くない。家の屋根とか乗ってましたもん、2階のあかんのに。
した1日目超楽しかった。なんかそんなに正直言うと別に北海道のことをよく知ってたとかじゃないんですけど、いつも来ても一瞬で帰っちゃうから、だから今日こうやって撮影してみて、なんかあこれから好きな都道府県北海道って言おうって思いました。それぐらいなんか気に入りました、北海道が。すごい夏に来たのは初めてではないか。でも沖縄しか、沖縄がすごい好きだったんですよ。でもちょっと北海道の良さを知ってしまいました。っていうかなんかいい場所がありすぎて、ほんまになんかもう全部で撮ったやつ全部載せたいぐらい。これは一番いい写真集を目指したいですね、本当に。お疲れ様でした。ありがとうございます。We'll be right back.
出てきてた。飛んでた。すごい。
大量にいるばっかり。やったね。ハッピーなこと起こるから。すごい。授与式。本格的。授与式だ本当に。入っちゃった。そうじゃん。見えます。ああバッチリ。すごくいい。すごい。あれ俺入んないんだよな。もう似合う。やったん。すごい。これ初めて被ったかも。Thank you.
あ、深い音するんだね、そこはね。せーのーせおいい感じせーのーせ取れそうだねあ、取るせ これで頭で被るっていうちょっと荒技いってみようかせーのーあーいったーうまいすごいなんでできるのいやいや、それはやっぱりアイドルだからね。本物のアイドルはアイドルすごい。アイドルすごい。すごいな。こんなの100回でもできないでしょ。取れてましたか？本物はできちゃったね。本物の私ね。取り当たった。うーん。お疲れ様でした。楽しかった。ありがとうございます。755の写真集ウォッチ対決から始まって、もうあの頃は本当にもうすごいなんか大変やなって思ってたんですよ。ファンの方も寝ずにウォッチしてくれたりとかで、でも無事こうやって撮影できて、なんかもうたくさんの人に感謝ですね。まず普通やったら出せへんから、そんな簡単に。だから出させてくれたファンの方とか、撮影中も本当にもうスタッフさんみんなお優しすぎて、なんかもう今終わるのがすごい寂しくて、なんかもともと撮影が好きやから、本当にたくさん、まあ、いろんな衣装着せてもらったりとか、こんな北海道とか連れてきてもらったりとか、すごい私一人のためにたくさんやってもらったので、本当に
でも、なんやろ、なんかファンの方がも初めて見る方も喜んでくれるような写真集ができる気がもうしてます、本当に。絶対にこれはもう誰よりも一番いい写真集が完成すると思うので、たくさんの方にほんま見ていただけたらいいなって思います。はぁ、おすすめのシーンなんやろな。なんかいっぱいありすぎて、あ、でもやっぱあれかな、なんか青い衣装着て、草原もほんまに何もない草原みたいなところで撮ったんですよ。それオフショットとか見てても、あ、それがなんか一番おーってなるなって思ったから、それですかね。なんか私はなんか草原みたいな大自然の中で撮りたいっていうのがあって、だからもうその思いまんまの写真やから、そうですね、アコのシーンはぜひとも注目してほしいです。あとは蝶々がこう手に止まったシーンも注目してほしい。お疲れ様でした。ありがとうございました。本当に楽しかった。